さあ、今回も始めていきましょう。この東北の南部家が勢力をものすごく広げてるので、征夷大将軍ということで北の遺跡を成敗しに行きたいと思います。陣ぶれを出せ、大義は我らに。真田昌幸隊には越後から攻めてもらいましょう。我に続け。佐竹義重隊には、中央の山形から攻めてもらいましょう。皆の者、我に続け。蒲生氏郷隊には、仙台の方から攻めてもらいましょう。後に続け。井伊直政隊にも山形の中央の方から攻めてもらいましょう。いざ決戦の地へ。柴田勝家隊には少し遠くなりますが、宇州の、秋田県の方まで攻めてもらいましょう。153日結構かかりますね。後に続け。おい伊達政宗、なんでこっち来んねん。もう滅ぼすぞ。参ります。出陣します。出陣するぞ。よし、忍び暗躍使いましょう。相手の行軍速度が遅くなります。志果たさずして勝は終えられぬな。台風が西日本を通りました。洪水が起きてます。投資の極意、投資影響力上昇大、投資費用減少中。これいきましょう。豪雪被害対策もしましょうかね。対名足軽レベル1上昇、これ使いましょう。志果たさずして勝は終えられぬな。伊達に喧嘩吹っかけられたから、伊達もついでに滅ぼすか。丸森城。よし、こちらが先に着きました。桑折西山城。19日、早いですね。大浦為信が攻撃してきました。多分兵数多いんで勝てると思うんですけどね。どうでしょうか。戦場の兵数上限、覚悟なき者に負けはせぬ。よし、三春城下ろして、この戦土地はもらったぞ。進め。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。落としました。伊達壁慶を伊達家を滅亡させました。向こうから喧嘩を売られたら、それはこっちかって攻撃するよ。よし、優秀な家臣がたくさん入るぞ。後に続け。皆の者、我に。よし、桑折西山城。勝ち戦だ。勝ち時を上げ。次は山形城へ行きましょう。進め。山形城到着しました。よし、佐竹義重が岐阜城に到着しました。岐阜っていうのは今の仙台市の近くですね。あ、方位の方が早いか。33日。
真室城、山形県ですね。よし、ナブ城。我が志、必ずや果たしてみせる。使いの者が来たようです。南部家から使いの者来たか。神獣従属してくれってことか。まあいいですよ、そんなに言うなら。まあ半分織田信兼軍の配下っていう感じですからね。志、ああ滝川一馬が死んでもた。毛利家に宣戦布告。陣ぶれを出せ、大義は我らにあり。我が領地、そして陣ぶれを出せ、島津の地も大義は我らに。我が領地に助太刀する。山陽道からは羽柴秀吉に大将になって軍隊を率いてもらいましょう。皆の者進め。山陰道からは山中鹿之助率いる軍隊へ行ってもらいましょう。進め。四国の長宗我部軍は、海を渡って山口の方に攻めてもらいましょう。進むのだ。鍋島直重率いる九州軍はそのまま島津領へ進行してもらいましょう。進め。織田信兼直々に参陣するしかないのか。大名直々に行きましょう。出陣しよう。島津家とぶつかりました。指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。破れし者は朽ちるな。内城に到着しました。8日で落ちますね。地上落としました。他愛もないものだ。行きます。出陣する。東北の方で大雪みたいですね。東日本ちょうど大雪の対策してたんで良かったです。城下町支援、城下証券収入増加中、これ選びました。当県使いたいというものがありました。いいですね、いい顔ぶれですね。土井利勝もいるし、全員投与しましょう。片付けない。ご命令を。北の覇者南部家を心中させた織田信兼軍、島津家毛利家との戦いは次回も続きます。次回もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ではバイバイ。